テラジーエテラジーエ、あるいはテラジーエは、セルビア共和国の首都、ベオグラードの中心をなす広場である。ベオグラードのスタリグラード区に位置している。ベオグラード市民の多くが、共和国広場やカレメグダンを、ベオグラードの中心と考えているが、テラジーエは公式に、ベオグラードの中心として設計された場所である。 ベオグラードで街路に沿ってバンチが割り振られるときは、テラジーエに近い側が若い数字となる。テラジーエそのものは短い通りであり、ベオグラードの目抜き通りである、ミラン王通りへとつながっており、その先はスラビアへと至っている。また、ニコラ・パシッチ広場を経て、ベオグラード最長のアレクサンダル王王通りに繋がっている。プリズレンスカ通りからは、ゼレニ・ベナツ地区。 そしてノビベオグラードへと結ばれている。コラルチェバ通りは、共和国広場へと至っている。1934年のテラジーエテラジーエ地区が、都市中枢としての性質を持つようになったのは19世紀、前半のことであった。1840年、ミロシュ・オブレノビッチ一世は、セルビアの職人たち、特に鍛冶屋や、同彩騎士に対して、 トルコ人と入り混じって、城塞の内側で暮らすのをやめるよう命じ、代わりに、彼らのための家屋や店舗を、寺寺寺家に設けて住まわせた。これは、彼らが使用する日が、元となって、城塞都市全体に火災が広がるのを防ぐ目的も、あった。1834年から1835年、及び1839年から1940年に、 かけてのベオグラード市長であったイリアチャラピッチは命令に従った職人たちのためにテラジーへの土地の確保を進めた。職人たちには無償でテラジーへの土地が与えられた。テラジーへの故障の由来について歴史家で作家のミラン・ミリチェビッチは以下のように説明している。それによるとベオグラードに水を供給するためトルコ人たちは ベリーキモクリルグの源泉からの供給システムを築き、その土壌に何カ所か塔を建てた。水は塔に送られ、その水圧でさらに遠くへ送られる仕組みとなっている。都市、そうした塔のうちの一つが、今日のテラジーへの泉となっており、この名前はトルコ語で、水の塔を指し示す語であった、テラジに由来している。 1865年まで、テラジーへの建物は1階建てか2階建てであった。当は1860年に取り払われ、水飲み場、テラジースカチェスマへと変わった。水飲み場は、ミロシュオブレノビッチ公の福井を記念して建てられたもので、ある。1911年の広場の改修では、水飲み場はトプチデルへと移転されたが、1976年に、再び、 この場所に戻された。この広場は、1911年から1912年に、かけて、大規模に手が加えられ、全く違う姿へと変貌した。広場の中央には、花壇が置かれ、背の低い鉄柵で囲われた。逆に、ブラニスラブ・ヌシッチ通りの側には、大きな噴水が設けられた。19世紀末から20世紀初頭にかけて、テラジーエは、 ベオグラード社会の中枢となっていった。テラジーエの水飲み場、テラジーエには1948年にも大規模な改造が施されている。共産主義体制発足後の例に漏れず、政府は機能不全に陥り、生き生きした鮮やかなベオグラードの広場は縮小され、花壇や路面電車の線路も取り払われ、社会主義リアリズムの色彩を帯びた灰色のビルディングが、 立ち並ぶようになった。これによって、テラジーエの広場は分断され、マルクス・エンゲルス広場が形成された。第二次世界大戦後の短期間の後、1052年に、ベオグラードの行政区分は再編され、独自の自治体、テラジーエ区が設けられた。しかし、1957年1月1日の再編によって2つに分断され、新たに設けられた。 ブラチャルクとスタリグラードクに編入された。スタリグラードクの会に置かれたテラジーエ地区共同体には2002年の国勢調査で3338人が住んでいることが分かっている。その他の周辺の地区共同体も合わせ、この一帯には11104人が住んでいる。ホテルモスクワベオグラードの制度上の中心であり、歴史的な繁華街であるテラジーエには、 多くの有名な建物が立ち並んでいる。ベオグラードの重要なホテルやレストランはこの地に建てられ、その一部は現在も存続している。テラジースカテラサ、あるいはテラジーエテラスは117メートルの高低差を持つテラジーエの丘からサバ川右岸に至るまでの尾根である。歴史上様々な名前で呼ばれてきたこの坂はザッパドニブラチャルや サバマラ地区にかけて広がっており、現在も続いている川による侵食作用の結果できたものである。この急旬な坂は、カレメグダインの丘から始まり、テラジーエ、ミランオー通りを経て、バルカンスカ通りとプリズレンスカ通りの間の小さな公園に至るまでのゼレニベナツ、サバマラ、バラベネツヤ地区が含まれる。この坂そのものも300メートルの高低差を持つ、 サバ丘陵の一部を成している。高台の上からは、サバ川渓谷一帯を見渡すことができ、ノビベオグラードの先に広がるスレム地方まで見ることができる。この傾斜地の開発をめぐっては19世紀から一般大衆や学術的な議論の対象となってきた。1912年にフランスの建築家アルバンシャマンによって策定された都市計画では、 その美しいパノラマの眺めを損なわぬよう、この傾斜地には、噴水と花壇を備えた台形の小さな庭を階段状に並べる考えを思い描いた。1923年にも展望台を設ける計画が持ち上がった。1929年には、セルビアの建築家、ニコラ・ドブロビッチの計画が承認された。この計画では、 傾斜地の両端に二つの高いビジネスビルディングを建て、その間の高台には小さなビジネス施設やレジャー施設を設け、傾斜地には階段状に庭や池、噴水などを設置する計画となっていた。1990年代にはドブロビッチの計画は再始動されたが、公園の設置は見送られた。2006年にはテラジースカテラサを変える。 新しい建築案が出ているが、詳細は未定のままとなっている。しかし、傾斜地の南端にあたるバルカンスカ通りでは、大型のビジネスビルディングの建造が進められている。ありがとうございます。